どうも、皆さん、こんにちは、こんばんは、ケディです。今回は新しいゲームをプレイしていきたいと思います。こちらのナイト・オブ・ザ・デッドというゲームですね。現時点でまだアーリーアクセスで、日本語も対応していないんですけども、やっていきたいと思います。一応ですね、マルチプレイでも遊べるみたいですけども、今回はシングルプレイですね。早速、ニューゲームで。で、まず難易度ですね。イージー、ノーマル、ハード、サバイバル、チャレンジ、レジェンドとあるんですけども、とりあえずノーマルですかね、ノーマルで、で、女性、現時点ではこの女性しか選べないんですかね。なんかトレーラーでは、なんか男性もいたような気がしましたけども。とりあえずではこれで、スタートゲーム。始まりましたね。ジャンルとしては、よくあるゾンビサバイバルものだと思うんですけども、まずはちょっと確認しますかね。左上から。一番左上赤いのが体力ですかね。で、真ん中のオレンジ色がスタミナですね。その下がちょっとわからない。で、右上のドクロマーク。これが多分時間ですね。ただいま朝の9時。で、ナイト・オブ・ザ・デッドっていうぐらいなんで、タイトルが。おそらく夜になると、大変なことになるんですかね。で、左。に、チュートリアル。ですかね。デストロイ・カーズ。車を壊して、鉄かな？鉄を手に入れろと。車を壊して、これか。ブレイク。おお。あ、手に入りましたね。いろいろと。素材が。あ、オイルとか。あ、オイルが手に入るっていうことは、車とか乗れるのかな？デストロイザー、ペーパーボックス。ペーパーボックス。この辺いろいろ、壊しながら。あ、石。これはなんだ？ジャーナルアップデート。ああ、この世界が、どうやって起きたかみたいなのが書いてるのかな、もしかしたら。これかな、ペーパーボックス。デストロイ・ブッシュ。ツリー、これ、こういうのかな？お、オッケー。取れてるのかよくわからないな。よし。で、クラフト。斧を作れと。インベントリで。
これか。おお、クラフト。おお、あっという間にできる。とりあえず2番ぐらいにセットして、次は、デストロイ、ツリー。じゃあ今作った斧で、おお、この辺の木を。これは、おわ、え？なんか石みたいに壊れた。ビルド。フロア。ファンデーションを作れ。この辺でいいのかな、適当に。ビルド、家のマーク、フロア、ファンデーション、これか。ファンデーションを作るにはログが足りない。1個しか取れないんだ。これは？イエローマッシュルーム。すごい、本当に壊れ方が。別にでかい木だからいっぱい取れるとかじゃないんだ。この壊れ方すごいな。あ、いやでも違うな。今2個取れましたね。やっぱでかい木だといっぱい取れるのかな。この辺ちょっと綺麗にして、これは、あ、でも多分、あれかな、ピックアックスとかの方がいいのかな。これでも作れるかな？ビルド、家のマーク、フロア、ファンデーション、ビルド。お！とりあえずこの辺でいいのかな？ローとハイ。Q で？あ、沈ませることもできるんだ。はいはいはい。とりあえずこの辺にじゃあ、ビルド。おー、すごい。次はビルド、イエローマーク、スタイル。これか。あ、これですね。あ、作れる。こうして。あれ、ダメですか？あ、作る。ビルド。よし。L で、ライト。M でマップ。わ、これめちゃくちゃ広いんじゃないですか。今、ここですね。次は、ビルド。
これだ、このマークで、あ、ワークベンチだ。ワークベンチを作るには、鉄とログ。鹿がいるな。でっかいな。逃げるところが、あ、こっち。ブレイク。辺のものから鉄を。ゾンビサバイバルだと思ったんだけど、ゾンビが全然いないんだけど。大丈夫かな？実装されてないとかじゃないですよね。なんか向こう側に建物っぽいのが見えるけど、とりあえずこのチュートリアルを終わらせて、拾いながら。あんまり時間食ってたらまずいのかな？すぐお昼ですね、11時。よし、これでもう作れるんじゃないかな。ここに。待てよ。ファンデーションをもう一個ぐらい作って、あ、フロアでいいのか。あ、作れない。これか、じゃあ。ファンデーション。あー、これ俺ミスったかな？なんか立てられないな。こっち側に。位置が悪いのか。下げれば？あ、もう素材がない、もしかして。あ、もう素材がないんだ。じゃあ仕方ない。この辺に。今のでログ使ってしまったのか。見た感じ、工具に耐久度みたいなのはなさそうですけどね。
ビルド。とりあえず、この辺に。メイクは弓を作れと。クラフト。弓をクラフト。よし。とりあえず4番あたりに。あ、矢も作っとこ、アロー。これ作れるだけ作って。あ、なに？こんなにいっぱい？次は、スリーピングバッグ、寝袋、ビルド、ユーティリティの、これだ。とりあえず簡易的だけど。よし。スモールアニマルトラップ。リワードでなんかインゴットみたいなのが2個もらえますね。ビルド。アニマル。スモールアニマル、これか。を作るには、いろいろ足りない。今作れるものは？ピックアクス、この辺もなんか作れそうですね。いろいろ。腹とか減らないのかな、この人。こういうゲーム、腹とか水分とか。これで作れるかな？さっきこの辺に動物がいたんで、アニマル、あ、まだか。石、あと葉っぱ。ピックアクス、あ、作れる。ピックアクスをクラフト。3番。ハンマーは？あ、まずいいか。よし、これで。あれ？ダメですか？おう。よし。
あ、この辺、石がいっぱいあるな。これなんか、色がちょっと鉄っぽいけど、鉄とか取れるのかな？あ、なんか素材が違う。ガンパウダー。ガンパウダーも取れるんだ。し、これで作れるかな？しようか、この辺に。ゾンビっぽいのがいる。え、まだ作れない。何足りない？葉っぱか。結構要求される素材が。多いですね。あれ、ちょっと待って。例えば、この枝、ナイフだと？ああ、大丈夫か。なんか、ナイフも、アックスも変わらないのかなと思ったけど、やっぱ違う、変わってきますね。あ、厳しい。お、スモールアニマルトラップ、ビルド。引っかからなそうだけど、この辺に。よし。リサーチテーブル。リワードでなんか、なんだろう。モーターみたいなのもらえるけど。これもでもすぐ作れないんだろうな。ユーティリティの、これだ。これを作るには、ウッドプランク、あ、いろいろと必要ですね。これ作ったやつか。あ、違う。これなんだ？作ってみようかな。あ、でも、順序よくやってた方がいいのか。クッキング。いや、ちょっと作ってみよう。せっかく作れるし。地面になっちゃうけど。これは？あ、これで、
アップグレードもできるんだ、こういうの。クラフト。あ、これがないと作れない、そもそも。ウッドプランクとか。じゃあ作れる、待てよ。必要なのがなんだっけ？ユーティリ。プランクに、で、ランバーが2本。これが2つ。で、あとはロープだ。この辺のトラックを壊せば。ダメですか。あれ、ロープどうやって取ったんだろう。あれかな。あのボックスかな。で、なんか、狼っぽいのが、大丈夫か。なんかあそこに、狐かな。罠には引っかかってない。ゾンビだ。ゾンビがいる。ちょっとこの辺。これで？違う。いつだそれ。ちょっと戦ってみようか。3体は見えますね、こっから。弓矢で。くらい。当たった。よし。よし。怖いな。おお、ヘッドショット。あ、なんか落としたぞ。矢は？あ、回収できる。素晴らしい。わあ、頭が。ゾンビさんは、ああ、大したもの持ってない。
いや、お返し。セーブゲーム、おセーブ。こいつに、あったあった、矢があった。あー、でも、なくなっちゃったかな。ワイヤー、いや、ワイヤーじゃない、ロープが欲しいんだけど、家がある。ん？これ家かな？オープン。この家、我が家にしたらいいんじゃないか？あれ？私の体力とスタミナの上限値が減ってますね。一番下な、あれが一目盛り減ったから、かな？別にダメージ食らってないですから、あれを回復するには、アップルとか、関係なし。あ、ダメだ。イエローマッシュルームマイナス10だ。筋肉マークを回復するには、どうしたらいいのかな。いや、怖いな。服をゲットした。スウェットスーツ。雨降ってないけど。あはは！ちゃんと見た目変わるんだ。で、いる。隣の部屋にいる。すごい、パツンパツンになったよ、服が。この家の中にいるゾンビを一掃して、この家を我が家にしたいんだけど。待てよ、なんかちゃんと武器とか、近接のちゃんとした武器を作らないと。このロープなんで持ってるんだろう。リワードでもらったのかな。
いや、アーリーアクセス、しかも出たばっかりにしてはよくできてるような感じしますけどね。あ、この辺作らないと。ワンハンドアックスとか、スピア。あ、スピア作ろっか。あ、でも、ロープ使うんだ。ロープ。って、なんか、いろいろあるんだ。あ、なるほど。これ。あ、はいはいはい。あ、トーチとか。あ、ロープあった。はあ、ちゃんと見なきゃだね。あ、違う、これあれだ、こ、素材に戻すってやつかですね。これとこれになるってことか。いや、待って待って、ロープを作りたいんだけど、いやー、普通のクラフトの場所にはない。やばい、夕方4時になってきた。これは早くしないと。この辺、クラフティングテーブル。これ作ってみようか。ちょっといろいろ作ってみないことにはわからないから。あっ！あった！これでロープ作る。クラフティングテーブルで。あ、布がない。あ、でも布を作れる。あ、布を作れる。で、ロープを、クラフト。これで、リサーチテーブルが、ロープは足りる。あとは、ウッドプランクと、これか。よし。これは、いろいろじゃあ、リサーチして。これをまずリサーチするには。あー、これで作れるものがどんどん増えていくんだ。もういっぱい必要ですね。あー、このテープとかクラフトしていかないと結局、エンジニア、ギアとかを、こう発明というか、覚えるにはこの辺を覚えていかないとダメってことかな。この辺はクッキング系だ。はいはいはい。とりあえず覚えられそう。まずこれかな。ファーミング。自給自足に向けて。
なんかいっぱい使いますけどね、リサーチ。これで、こっち側まで伸びましたね。この、リサーチマテリアルっていうのをどんどん集めないとダメなんだ。はいはいはい。はい、そうですね。まだこれ、チュートリアルの途中ですけども、今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。